新日 SS がリリースされ1年半以上が経ちました。今回はリリース当初からプレイし、ランキングイベントでは毎回100決に入賞。第4回ランキングイベントではついに1位になったガチプレイヤーの私が、現時点で実装されているパートナーカードのタイプに関して解説していきたいと思います。この1年半でパートナーカードは200種類を超えています。全てのパートナーカードが異なり200パターンの性能があるというわけではなく、いくつかのタイプによって性能が決まっています。今回紹介するパートナーカードのタイプを理解することにより伸ばしたい部分や足りない部分が見えてくるはずです。今後どのパートナーガチャを引けばいいのかが分かりやすくなるので、ぜひ参考にしてください。この動画では心得タイプに関して解説をしていきます。質問その他何でもいいのでコメントよろしくお願いします。心得タイプ1番の特徴はもちろん心得レベルです。限界突破をすることによって心得レベルがぐんぐん上がっていきます。心得レベルが上がると消費スキルポイントが軽減された状態でスキルを習得することが可能になります。最大で 50% 軽減になり、スキルによってはかなりの差が出てくる場合もあります。さらにスキルポイントボーナスもついているので、スキルポイント軽減と合わせることで強力なスキルをガンガン習得することができます。育成の際にはポイント軽減されたスキルを優先的に習得していきましょう。選手の総合力を効率的に上げるためには必須になるので、この動画でしっかり押さえていきましょう。セレクトチケットを入手した際には最優先で選択すべきタイプです。短所はトレーニング効果が低い点です。ステータスの上限が上がった今カンストまで持っていくことがかなり難しいため、同じ得意トレーニングのパートナーを2枚入れることやスロット効果を強く意識してデッキを作成していきましょう。無凸でも心得レベル1を持っているため使えないことはありませんが、無凸・貫凸での差が一番激しいタイプです。そのため無課金プレイヤーはある程度覚悟を持ってガチャに挑まなければ中途半端な性能になってしまいがちなので注意しましょう。ここからは現時点で実装されている心得タイプのパートナーカードを紹介していきます。まずは工場キャラです。ホンマ、メンタル、アザ属性、ロビー、技術、体属性、高木、筋力、心属性、ゲド、受け身、体属性、ファンタスモ、メンタル、体属性、ジン、瞬発力、アザ属性。どのパートナーも強力ですが、特にホンマとファンタスモは回復スロットを所持しているためセレクトチケットで最優先に強化していきたいパートナーです。ジンは現在入手不可になっているので注意しましょう。続いてイベント配布のパートナーカードですが、現状1枚もありません。心得タイプはかなり強力なタイプになるため、配布となるとゲームバランスを壊してしまう恐れがあります。今後のイベントでも配布される可能性は低いと考えられます。地域限定ということでカラスライダーがいますが、全てのプレイヤーに配布されていないため動画後半の限定パートナーに含めています。
続いてスターダムのパートナーカードです。岩谷、技術、心属性、趣里、メンタル、体属性。上谷、受け身、心属性。姫香、筋力、あざ属性。中野タム、筋力、心属性。エージェントジュリア、瞬発力、体属性。カイリ、瞬発力、心属性。心得タイプというだけで強く、所持スキルも大当たりがたくさんあります。スターダムガチャは積極的に引いていきましょう。その他の注目ポイントは属性です。心属性は充実していますが、技属性、体属性は物足りません。特に技属性に関しては引退をしたため、現在入手不可となっている姫香だけとなっています。今後追加されるパートナーに期待しましょう。続いて新日フェス限定のパートナーカードです。大仙ヒロム、筋力、心属性。サンタンイービル、瞬発力、アザ属性。フェス限のため入手機会が少なく、限界突破がキーとなる心得タイプとは相性が悪いです。実装も早かったため桁違いの強さというわけでもありません。好きな選手だから引きたいという方以外は別のガチャを優先しましょう。続いてその他の限定パートナーカードです。怨念太一、受け身、アザ属性。飛龍高木、筋力、体属性。猪木、筋力、心属性。守護天使矢野、技術、アザ属性。裏切り翔、メンタル、心属性。永遠天山、メンタル、体属性。武藤、技術、アザ属性。カラツライダー、技術、体属性。ガチャカラツライダー、技術、体属性。蝶野、筋力、心属性。橋本、メンタル、体属性。数ヶ月分のダイヤを全て継ぎ込む必要があるので、実装や復刻のタイミングがとても重要ですが、1枚でも貫突させることができればとてつもない戦力になります。それでは現時点での心得タイプパートナーカード一覧がこちらになります。心得タイプのパートナーが欲しい場合、この表を参考にしてください。すべての属性、すべての得意トレーニングに実装されていますが、中でも心属性の筋力パートナー、体属性のメンタルパートナーが数多く実装されています。自身の手持ちを確認し、足りないパーツが来た時一気にガチャを回しましょう。心得タイプの長所である心得レベル、スキルポイントボーナスを活用し総合力を伸ばしていきましょう。以上、パートナーカードタイプ別解説でした。今後追加されていくパートナーカードに関しては Twitter、X にて順次アップデートしていきますので、よろしければ概要欄からフォローをお願いします。
続いての動画はトレーニング効果タイプに関しての解説です。こちらも概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。